命の選別を始めた。なんだ。病歴、納税額、交友関係、社会的地位、いくつものパラメーターから生きる価値のある人間とそうじゃない人間を区別しようとしてる。やめろ、のぞみ。それじゃ殺戮だ。AI が暴走、命の選別を始めた。容疑者は AI 開発者。 AI の反乱じゃないですか。人間に対する殺戮が始まる。刑事の本分を思い出せ。待ちなさい。これからもっと最悪なことになる。 AI 崩壊。